ソグハタからアライバ、そして野沢、元山だ、ヘルダンド、ついに決まった鹿島、ついについに決めました。鮮やかにセレッソのゴールを割りました。耐えに耐えたここまでの時間帯、後半の43分にゴールを割られましたセレッソ。このもう本山くんのパスですよね。ここはもう本山くん疲れてましたからね。シュートを打っても多分ディフェンスに今まで通りクリアされたと思うんですけどもね、後ろに目があるかのようにね、フェルナンド選手にヒールでパスを渡しましたよね。本山、アレックスミネイロ、アレックスミネイロ、決定的な2点目が入りました鹿島。アレックスミネイロの今シーズンの8ゴール目、セレッソの最後の反撃力を奪い取りました。いや、決定的でしたね。このパスも本山くんですよね。アレックスミネイロの今シーズン8ゴール目、鮮やかなゴールがありました。2試合連続の決勝ゴールになりましたフェルナンド。そのフェルナンドのゴールシーンです。後半もすでに42分を過ぎていました。そこでのこの本山のパス、フェルナンドは決めるだけというプレーでした。そうですね、野沢君がその外に開いて、そこへ、いいパスが出て、ここですよね。本山君が多分シュートを打ってたらディフェンダーに今までのように引っかかっていたかもしれないけれども、そこでやはり視野の広さ、本山君の視野の広さというのがこの得点につながったと思いますね。本当にフェルナンド自身が言うように、みんなの力で取ったゴールということが言えました。そしてこのアレックスミネイロ、これも右足で独特のタイミングで打つ技ありのシュートですよね。そうですね、非常に、タイミングの取りづらいシュートを打ちましたよね。ここから、キーパーにとっては多分つま先だと思うんですけども、そのほんの数十センチなんですがタイミングを取りづらい、非常に嫌なシュートでしたよね。ただここもアシストしたのが本山くんだったというのは、今日やはり、鹿島アントラーズ本山くんの投入というのが非常に成功したかなという気がしますね。